ビルドアップがあれだからっていう。蕎麦だけで食ってうまいね。したけど量かき揚げの量がちょうどいいです、サクサク感じ。食べるか、いや大丈夫、あ本当、嫌な横取りの仕方かも。よしめなそう。
醤油うまい、うん、それうまいで醤油行きたい、どうだ、蕎麦湯好きなんですよね、蕎麦湯ね、やりにいってるじゃん、もうやりにいってるって、それは日本酒よりうまい、急に声出すの、これ飲ませて、違うでしょ、これいかないとね、そのままいけんか、そば湯にして飲むんじゃなくて、あ、さっぱりしてる、うん、うまい、そう、お湯でしょ、これ、いや、違う、あっつ、おいしいっすね、いや、お前、こういうさっぱりした飯いいっすね、罪悪感ないし、食べてもよし、はい、ということでごちそうさまでした、いやーごちそうさまでしたね、そば切り宮田さんね、はい、お邪魔させていただきましたが、僕はこちら一押し、プリプリエビとゴロゴロネギの香ばしかき揚げそば、うん、はい、こちらを大盛りにしていただきましたけども、あのね、まあさっぱりと、あっさり、これ難しいんだけど違いなさそうで、さっぱりとあっさりの融合っていう、はいはい、あの爽やかさしかないそばですね。でこのかき揚げがまたね、あのそのサクサクのその食感を持ってきてくれるんで、うん、ただ冷たいとかいうまじであるとこう言う通り新感覚そば、このこのそばとのコントラストがいいのね、あめちゃくちゃうまかった、うまかった、もうだからあのご飯食べてさ大盛りとか食べると結構罪悪感あったりするんだけど、うん、まあ、これに関しては全然なくさっぱりとね普通に楽しめたから、そして一方原口はあとでも天丼セットとざるそば、まあもう最高でしたねやっぱね、間違いないセットじゃないですか、まあそうだね、だからこれねあのパルコ店なんですけど、え、松本駅前店もあるらしくて、ということで、はい、長野にお越しの際はぜひね、そば切り見ようと思います、はい、よろしくお願いします。